つね。ね、こうほら触覚がさ、ひにゃってなってるでしょ。これはもうなっちゃったやつですね。はい、皆さんどうもこんにちは。ピピン AP 生き物チャンネルです。今日はヒペリオンヒラタですね。あれからどうなったかということをちょっと今日は見ていこうかなと思うんですけれども、現状ですね、まだ生きております。で、公職がですね、ちょっとまだわからないんですよね。小さいね、ゼリーを入れてはおいたんですが、ちょっとまだ公職したっていうような感じで食べてる気配ではないです。で、挟める感じはしないんですよね。うん。で、まあ、よく見ると口はあるんですけども、今気づいたんですけれども、そう、口はね、上の方についてるみたいです。ほら、だいぶ動くでしょ。うん、触覚がちょっと片方変なになっちゃってますけれども、触覚片方変なんです。はいはい。だけどですね、今のところ、うん、まあ生存してます。ちょっと、はい、こんな感じで歩くんです。前はですね、そのほとんど動かせないみたいですね。うん、ゼリーはね、ちょっと入れておいてあるんですけれども、あんまりね、減ってないんですよね。口が出てるのかちょっとわかんないんですけれども、とりあえず今のところ生きてます。おっと、突進力があるな。このオレンジのところが口だとは思うんですよ。ですね、ね、こうほら触覚がさ、ひにゃってなってるでしょ。これはもうなっちゃったやつですね。はい、こんな状態でございますが、まだ生存しておりますんで、ちょっとそろそろゼリーを入れ出したっていうところですね。ちょっと動き出すんで結構、はい、こちらはちょっとまた見守ってください。状況は追って報告いたします。はい。でですね、もう一頭ですね、ヒペリオン、この前掘り出したんですけれども、それの、大きさをですね、測定してなかったと思うので、今回ちょっと測定してみようと思います。なかなかではないですか。なかなかじゃないか。親はですね、ちょっと多分超えれないと思うんですけれども、はい、赤が鮮やかですね。綺麗ですね。なんかね、目がね、これノーマルだよね。ノーマルの目だよね。まあちょっとなんか曇ってる気がするんだけど、これで果たして何ミリなのか。劇的にちっちゃいと思うんだよな。ではでは、顎はね、立派なんですよ。52ミリですね。顎は立派です。特徴的なね、これインドなんですけれども、この、ほら、チョンって出ましたよ。内視の中の内視が、ね、突起が出てますんで、これはね、これがちょっと好きだったんで、このね、インドの方にしたんですけれども、どうですか、ヒペリオンヒラタ。メスね、続々ね、出てきちゃってるんでね。まあ、ヒラタクワガタなんで、全然余裕なんですけれども。はい。またこれも、がっつりブリードしていこうと思います。意外と幼虫の体重が乗らないっていうね。うん。乗りづらいのかなっていう感じですけども。今後引き続きやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。今日はですね、
あのヒペリオン平田の、現状と、まあ、羽化したね、個体がだいぶ固まったので、それの大きさを測定してみました。もしよければチャンネル登録してみてください。では今日はこの辺で、また次の動画でお会いいたしましょう。